番美味しいお菓子は私は横浜ハーバー、私有明ハーバー、あ、有明だよね、そう、有明世代です、有明ハーバーだと思ってる。どこに書いてあるの有明って。ああ、そこにね、これが結局一番美味しいそばのお菓子だと思ってるから、すぐお土産を買いました。喜んでくれるといいね。はい、そしてさ、乗り込むときにさ、町営がここを多分車内販売してる人が通っちゃったから、うん、車内販売通らないよしばらく、着いちゃう新宿。あ、飲もうと思ってたの。イエスさ、こんな天気のさ、3連休で今日だけだからね。そう言っとくけど、明日の明後日でまた雪だから。そうなの、あ、来たじゃん。ありがとうございます。はい、以上でいいですか。食べ物はいい、大丈夫です。新宿まで30分ぐらいなのに、これ半分こしようよ。半分これと思って買ったの。あ、そういうこと、うん、だからこれにした。30分なのにお酒買った、びっくり。私一人だったらレモンサワーにしようと思ったけど、リュウがいるから。じゃあいただきます。飲みましょう。今日はもうバカンスで来てるからですよ。そう、これからだって海外旅行の話聞きに行くんだし。そう、家でも飲んでたじゃん私。あ、そうなの。そうだよ。どんだけ飲むの。バカンスのつもりだから。今日みんなと会って終わった後にもみんなでご飯行ったりするの楽しみにしてるんだから。フラッグシップもいてるでしょ。そうね、うん、楽しみですね。これとってバト、ビッグバトル。だと思う。着いたと思ったんですけど、ビルが間違ってました。三井ビルじゃなくて三井住友ビル。ほら、新宿三井ビル。なんかこの隣のビルみたい。あ、そうなの？多分。あと150m だって。降りる。あ、ここ通れるのかな。下降りたそうかな。オープンしないで。あ、そう。通れない、ね。あ、でも
フィルター書いてあったけど、でも公園でとりあえずみんないるんじゃないか。韓国公園ビルの中で中にあるみたい。到着。これだこれだ。チェスを特にポイントがたまるカードを案内します。こちらに本日のパンフレットも入ってます。はい。何の行列？高層団だから。グアム4日間12万9000円できるらしい。今日のでいいじゃん。安いね。めっちゃ安い。行きたい。グアム行きたい。うん。あ、ここね。キッチンカー大丈夫。到着しました。ゾウさん食堂何？スニック料理。何これ。ビールのご用意もありますって書いちゃってる。ちょっともうちょっと時間ある。全国のクラフトビールがお家で楽しめる家庭用のサーバー出て、お客様が嫌じゃなければ好きなのどちらか選んでいただいたら、会場の方なんと一生無料で1台使えちゃいます。これは一生無料だけど、はい、中を買うってことですよね。そう、中はかかるんですけど、なんか定期購入って聞いたことあります。毎月買ってくださいみたいな。結構それが嫌だなって方多かったので、今回のお客様はなんとビールを買う月買わない月アプリで選べます。なので1、2ヶ月ぐらいだったらスキップはできます。1、2ヶ月ぐらい。そうです、そうです。お客様がビールを買う月買わない月は選んでいただきながらっていう話。なるほど。一生無料なので使ってみます。美味しいですか？あ、そうですね、まあ結構好みはありますけど、170なので僕も苦手なビールは正直あるので、こっちの好みの中から選んでいただくっていう方が多いです。どうですか、一生無料なんで置いてみません？初めて見た。いいよ。あ、いいよじゃない、ようだ。2回ですね。ただ1回5月の3日まで出てるんですけど、うん、その後10月の末までちょっと空いてしまうんですけど、多分今日裏の設定日見ていただければちょっと空くんですよ。5月まで出てシーズンじゃない、はい、まだ変わらないオフシーズンだったら休みですか？結構ホテルがクローズしてるっていうケースもあったりしますので、あ、そもそもが、はい、
屋上にこういったプールがあって、温泉のラジャグジーとかで、飛行機がこう結構近く飛ぶんで、あの宮古の空港の近くですか？あ、これはあの本島ですね、沖縄、はい、はい、そうなんですよ。宮古はもう宮古島の東京リゾートがあのずっとありますけど、はい、これは4月にオープンします、ね、新しく、はい、あ、今年の4月に、はい、でお部屋も40平米以上なんでかなり広い部屋なんで、はい、めっちゃ綺麗だよ。はい、よろしくお願いします。もうレモネードあるね。そうそう、このパッションフルーツのベースのレモネードと、こっちのあの、ピナコラーダのココナッツとパイナップルのベースのもの。パッションフルーツのベース美味しそうで、ね、あとこれの同じ値段であのイチゴの代わりにパッションフルーツを入れるマンゴーパッションもあります。へえ、マンゴーパッション。私生ビールおー、素敵なおしゃれなドリンクある中すみません、生ビール。 ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。生ビール3つで、はい、生ビール嬉しいです。生ビール嬉しいですか？よかった。ありがとうございます。説明会エリアでご覧いただいた方、鑑賞とさせていただきます。さあ、それでは皆さん、こちらのステージもごゆっくりとお楽しみいただきましょう。それではこのステージの第1部、この方にご登壇をいただきます。アメリカディズニーリゾートが大好き、インフルエンサーのおりょうさんです。大きな拍手でお迎えください。皆さん、こんにちは。こんにちは。おりょうさんファンの方々から、ね、すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おりょうさんのことご存知の方も今回ステージ前多いと思うんですけれども、ここであのおりょうさん一言自己紹介お願いできますでしょうか？はい、かしこまりました。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。アメリカの現地からアメリカのディズニーリゾートの情報発信をしているおりょうこと、あがたりょうと申します。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてあのちょっとね、あのこの後もう少しあのおりょうさんのことを詳しく教えていただきたいので、おりょうさん、あのお話し続けていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。では少しだけ私の自己紹介をさせていただきます。私は現在ロサンゼルス在住、オーランドと、アナハイムに居住経験がございます。海外ディズニーリゾートの、情報をインスタグラムや YouTube を中心に発信をしております。ロサンゼルス在住のため、カリフォルニアディズニーランドに、ディズニーランドリゾートには、約週2から3日ほど通っていて、フロリダウォルトディズニーワールドリゾートなど海外の年、海外ディズニーリゾートの年間パスポートを10年間以上更新しながらディズニーの情報を収集しております。
はい、ありがとうございます。もう皆さんお待ちかねだと思いますので、ここからはもうお涼さんにアメリカディズニーリゾートの魅力たっぷりと語っていただきたいと思います。お涼さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一つ、東海岸のフロリダウォルトディズニーワールドリゾート、こちらは世界最大級のスケールがございます。フロリダに関しては1週間あっても足りないぐらいのエンターテインメント量を誇る大きなテーマパークです。日本にも素晴らしいテーマパーク、素晴らしいディズニーランドありますよね。ディズニーランドがあるのに行く意味があるのと思った方々、思う方もいると思います。はい、でもですね、アメリカのリゾート、アメリカのディズニーリゾートも一味違ってまたすごくいいんです。はい、私が思うにアメリカのディズニーリゾートの魅力は大きく分けて3つあります。1つ目、スケールや、スケールの大きさ。2つ目、最新のアトラクションや、レアなグリーティング。そして短い待ち時間。そして3つ目、キャストとゲストです。あーってなってる方いますね。キャストとゲストね、行ったことある方だったことありますね。はい、一つずつ簡単に説明していきます。まずですね、スケールの大きさに関して、先ほどちょっとビデオでも流れてたんですけども、ウォルトディズニーワールドリゾートは山手線の 1.6 倍もの敷地面積がありますディズニーの世界がこんなですね、広大な土地に広がってるんですよね。すごいですよね。全部ディズニーの世界観になってます。はい、なので何度訪れても飽きないような魅力満載のパークとなっております。そして次、2つ目です。最新アトラクションに関してはとにかく圧巻です。最新のテクノロジーを使った、壮大なアトラクションの数々で物語の世界へと没頭できること間違いなしです。そしてグリーティングに関しても、珍しいコスチュームやキャラクターがいます。ちょっとここにもあるんですけども、こんな感じのなかなかね、海外でないと見られないようなキャラクターもいたりして、場所にもよりますが、メインのグリーティングスポットでは開園の早朝から閉園の、失礼しました、閉園の真夜中までですね、グリーティングを行うことも可能です。なのでキャラクターに会いたい方にとっては、ものすごいキャラクター帝国かもしれませんね。はい、そしてですね、待ち時間に関して、待ち時間も基本的に あまりな、長く並ぶこともなくて、まあ、1時間以上も並ぶということはほとんどありません。そういった意味でもですね、ストレスフリーでご旅行できるかもしれませんね。そして最後、3つ目です。ここ私が一番好きなパートなんですけども、アメリカのディズニーリゾートで面白いのがキャストとゲストです。アメリカならではの陽気なキャス、陽気や、陽気なキャストやゲストが勢ぞろいしております。なので音楽がね、鳴るとかかり、途端に踊り出したりだとか、知らない人同士で突然会話が始まったりだとか、そういった感じで自由な文化を体験することができます。で、優しい方が多いので、ぜひともね、そういったアメリカの文化っていうのも楽しんでいただけたらと思います。ここからは皆様お待ちかねのあのコーナーに行きたいと思います。大抽選会行わせていただきます。今ちょっとお祈りしている方がいらっしゃいましたけれどもね、皆さんお気持ちの中ではそういう方が多いと思います。さあ皆様、お手元にスマートフォンの画面ご覧ください。よろしいでしょうか。お願いします。倍率高いよね。はい、さあどなたになりますでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ではこの番号を読み上げてください。はい、発表いたします。当選番号442、シャープ44です。あ、おめでとうございます。中央の男性、はい、それではスタッフをお迎えに上がりますので、ステージまでお願いいたします。はい、今写真撮影が行われております。いいな。はい、ありがとうございます。続いて男性、中央の男性カメラマンにお願いします。動画ですね。これ私今日ディズニーグッズどれか一つ入れてます。一つ
全部ですか？これだけ。あ、これだけですか？あ、もう一個ある。あ、もう、すごいアピールが強かった。あ、もう、あ、靴下だ。もう寒いとこ。ウルフ、ウルフ、ウルフはすごい聞きました。可愛いですよね。これは欲しいなって思ってます。でも私似合わないから。でももうあなた帰るから。あ、じゃあちょっとだけ見てくれてる。あらへん、インパしたことになりました。あ、いごめん、インパになって難しい。もう会えないよね。幸せな人に泣きそうだ。ごめん、ダメだ、ダメだ、最後だと思ってない。To my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my